中世ヨーロッパの医療それでも地球は回っているガリレオ・ガリレイ1564-1642いわゆるガリレオ裁判で彼はコペルニクスの地動説が正しいと言ったのです当時のキリスト教の教義では地球を中心に宇宙が回っているのであって地球が回るなどということはあってはならないのでしたそうなのです あってはならないのであるから、正否は最初から問うてはならないのでした。しかし、世の中は大変革時代。根拠のない思弁的なものを、いつまでも見過ごすわけにはいかなくなったのです。すでに、ルネサンス期には、火薬や羅針盤の発明により、列強国は大航海時代を迎えていたのでした。世界地図が見えてきた、そのような時に、 不実なな空論は通用ししいのでした。そうした状況に伴って、医術の進歩は緩やかではあったものの、ようやく魔術から解放されていくのでした。病理学のフェルネル1506-1588、解剖学のベサリウス1514-1560。15 そして血液循環の発見者であるウィリアム・ハーベイなどそれでもまだ非科学的な論理も混交する状態でしたイシパラケルススは先制術や錬金術という当時最先端の科学をもとに新しい薬や疾患を発見科学的センスを生かしてガレノスなどの古典をことごとく看破します しかし、狂信的なまでの哲学的信仰と、冷酷なまでに、妥協のない衝動に対して、周囲からは、知的とナンセンスのカクテルとして詐欺すまされる一面もありました。他にもあります。血液は循環していると、ハーベイが証明したことは、良いのですが、それではというので、動物を使って、ブドウ糖を静脈に注射する実験や、 輸血の実験が行われました人間に応用してみたら輸血による死者が出た。これは大変だ。というのでフランスでは輸血を禁止に1668研究も中止されるありさまでした。当時の医学は予知不能なうよ曲折を繰り返しながら進むのでした。18世紀後半。 ラボアジェ1743-1794によって初めて人間の呼吸が酸素を取り入れて二酸化炭素を排出するガス交換を行っているということが分かったそんなこと知らない人は今いませんよねまだまだこのような状態だったのです